はい、皆さんこんにちは、マイニーです。今日もデザインのご紹介をしていきたいと思います。で、今日も旦那と一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回ですね、まず、まあ、いつものようにチップにはベースジェルが塗ってある状態です。はい、はい、で今このクリアのジェルを塗ってるんですが、これはこの後ですね、ホイールをペタペタと貼り付けていきたいので、そのために、塗ってます。で、今これ使ってるのはプリジェルのエクセレントベースを使ってますが、はい、まあ、絶対これじゃないといけないというわけではないですね。そういうホイールをペタペタくっつけるとき用の、まあ、専用のジェルを出しているメーカーさんもありますので、はい、まあ、そちらを使っていただいてもいいかと思います。はい、はい、じゃあまずホイールをですね、自分の好きな大きさにカットします。はい、こんな感じで。マイニーネイルのデザインの中にはこのホイールを使ったものは本当にたくさんあるね。そうですね、こうなんかラメじゃない、うん、メタリックな、でちょっとこのなんていうの、ランダムについてる感じが好きなんですね。うんうんうん、このランダムさはなかなかこう手書きじゃ出せないところなんだよね。そうですね、うん、そうそうそう。で、今回はこう全体的に、うん、まあ、なるべく、まあ、隙間が少ないように貼り付けててます。うんうん、でちょっとチップスタンドからゆらゆら揺れちゃってますけど圧がねそうですね、はい、で、まあ、ホイールを貼り付け終わったら、この少ないこの白を使いますが、うん、ね、貧相な、ね、ちょっと分かりづらすぎるんですけど、これシアマットシア、うん、なので、透け感のある白のジェルになっております。はい、で、筆はネイルパートナーさんで購入できる、幅が狭めの、うん、刷毛の前回の動画に入ってたやつだね。そうこれでこうなんていうの、刷毛の形を利用して、うん、このチップの真ん中に長方形の形を書いていきます。ただ単に長方形を書いて全部中身を塗るだけでいいかな。はい、このムラはね、そんなに気にならないと思います。シアー系だし、うん、下にこのゴールドのホイールがあってちょっと透けてるから、うんうん、そう、ちょっと透ける感じ、ちょっと幅が広くなってもうちょっと幅をね、バランスを見ながら。この筆だと角が出しやすい。そうだね、そう、まあ、その筆に角がちゃんとあるやつであれば、うん、別に絶対この筆じゃなくても、うん、描けると思いますよ。はい、だからその筆の角がしっかりしてるものを使ってもらえればいいかなと思います。で、はい、今一度硬化し終わったんですね、うんうん、硬化して、で今度この黒とパープルを、うん、使っていきます。はい、で、まあ、先ほどの筆を使って黒、うん、これね、マットな固めの、うんうん、はい、黒なので、こういうなんていうの、筆刷毛のこのかすれ感をわざと出しながら描いていきます。これね、この硬いジェルだからできる、うん、ペンキみたいな、うんうんうん、よくペンキをね、なんていうんだろうね、そう、何、サッサッって感じで刷毛の跡をわざとつける感じの塗り方、うん、この表面がなんて言うんだろう、ツルツルなのにこういう刷毛の跡がつけれるっていうのは、うん、なかなか、そうですね、難しいじゃないですね、なかなかいいと思いますよ、ね、いいよね。その刷毛に取るジェルの量も少なめにしてもらうと、うん、いいと思います。あんまりたくさん取るとやっぱ刷毛の跡はつかない、うん、はい、
で今まあ黒も塗ってパープルも塗って硬化しました。そしたら今度、これアート用の白ですね、硬い白、これを今度は使っていきます。はい、はい、でこの時使う筆はマナネイルズさんのライナーブラシですね。はい、はい、今回の色の組み合わせは結構こう、なんていうんだろうね、ちょっと暗めというか。そうですね、うん、でこの白で最初に描いたあの長方形の、うん、あの形の枠だけをなぞって形をはっきりさせていきます。なるほど、はい、境目をね。そう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 、そうするとよりはっきりと分かれて、この真ん中のアートの部分が目立ちますね、うんうん、このアート用の白は、はい、テクスチャーが結構硬いんだよね。まあアート用だからっていうことなんだよね。硬めですね。ちょっとぷっくりなるってことなのかな。まあ ぽってり乗せればね、筆にたくさん取って乗せればだけど、うんうん、あんまり乗せすぎて厚みを持たせたまま硬化すると、うん、硬化しない場合もあると思うので、うん、まあそれも多分メーカーさんによると思いますけど、うんうん、まあそんな厚塗りせず線がくっきり出るぐらいの感じで描いてもらえればいいと思います。はい、はい、でまあ今硬化白を描いた後し終わったので、これでトップを塗っていきます。今回はフラットなアートなので、うん、まあ気泡はさほど入らないでしょうということで、はい、まあでも入らないようにね、うん、気をつけて塗ってください。はい、はい、それで硬化をしていきます。はい、こんな感じで今回のデザインが完成になります。はい、ちょっと変わった。だいぶね変わってる。うん、でもかっこいいよね。まあイメージは、うん、美術館にあるような、はい、そんなようなアート、現代アートですかね。はい、はい、というイメージで今回のデザインを作らせていただきました。はい、かっこいいと思います。ありがとうございます。では今回のデザインのご紹介は以上になります。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。それではバイバーイ。バイバーイ。